ございました。過分なご紹介を賜りまして、非常に恐縮しているんですけれども、いろいろやっているということだけは確かなんですけれども、まあ、どれもこれも中途半端だと、いうことも言えますし、まあ、いろいろ、教育を頑張っていて、たくさんの仲間が、多くできたということはありがたいんですけれども、まだ、あと定年退職までもうちょっとありますんで、もう少し頑張りたいと思います。それでは、始めさせていただきます。これはもう釈迦に説法で軽く、流しますけれども、メタボロームっていうのは精密な、表現型の一部であり、上流の、オウム化学の解明にも有用ですが、より下流のマクロ表現型の定量的技術にも使えるというふうなことをいつも思っています。そこで私の研究っていうのは、複雑な表現型を持っているような生体サンプルのメタボロームを計測しまして、このデータ行列を説明変数としていろいろなフェノタイプを解析してやろう。で、特に表現型レベルを定量的に説明してやろうというのが主眼です。で、応用分野は非常に広くて、この中でも特に最近は食品あるいは微生物培養に注力してやっております。今日はいくつか紹介させていただきたいと思います。で、これはもう昔から何回も紹介してるんですけれども、ゼブラフィッシュの初期発生胚の、仕事なんですけれども、行った実験は非常にシンプルでして、人工授精で得た初期発生胚をタイムコースサンプリングしてメタボロームを観測します。で、メタボローム情報を、PCA に起動しますと、こういうふうに発生段階に応じてきれいにクラスターが分離できます。そこでメタボローム情報を説明変数として発生段階を予測しましたところ、非常にいいモデルができます。で、大体、受精卵1個由来の発生胚で、プラスマイナス20分ぐらいの精度で、初期発生が予測できます。同様のことは、C. エレガンスでもできまして、C. エレガンスの発生ステージ L1、L2、L3、L4、アダルト。これをですね、応答変数にすると、ご覧のように非常にいいモデルができます。で、PCA を行いますと、第一成分ではアダルトとそれ以外が、まだ第二成分ではエンブリオとそれ以外が、で、第三成分では L1、L2、L3、L4 っていうディベロッピングステージプログレスが非常にうまく表現できています。そこで、主成分、第三成分に注目しますと、こういうふうなローディングが得られまして、カダベリン、あるいはイノシトール、こういったものが非常に特徴的に増減していることがわかります。それで、カダベリンに注目してみますと、カダベリンっていうのはリシンの脱炭酸プロダクトなんですけれども、エッグとか L1 ではほとんど認められないんですけれども、成長過程に伴って増えて、アダルトになるとストンと落ちる。で、これ非常に面白いんで、ゲノムを調べてみたんですけれども、ゲノム情報の中にカダベリンにリレーティッドのインフォメーションはほとんどありません。その代わりに、1炭素少ないプトレッシンに関わる情報はいろいろあるんですね。これは結果としてカダベリンが線虫の精子形成に重要な役割を及ぼすということが分かったんですけれども、そのような重要なことが報告されてなかった理由としては、このプトレッシンに関与する酵素とカダベリンに関与する酵素の、DNA におけるシーケンスホモロジーが非常に高いために、最初に研究されたプトレッシンに関わるものがゲノム情報としてミスアノテーションされたんだろうというふうに思っています。まあ、こういったことはよく起こりまして、例えば、ザイロスアイソメレーズなんかの半分以上はグルコースアイソメレーズにミスアノテーションされております。で、こういったことが簡単に、わかるというのもメタボロームという手法の特徴だというふうに思っています。それで、メタボロームは精密な表現型解析にも有用なんですけれども、ちょっと例を紹介します。これは出芽酵母を材料にして、出芽酵母の分裂寿命を応答変数にして行いました。で、戦略としては、
長い寿命、あるいは短い寿命の変異株を集めまして、メタボロームのデータ行列を得ます。で、これを、説明変数として、寿命の長さをオート変数にしたモデルを作るとともに、成分分析を用いて、寿命と相関する代謝物を発見して、最終的には寿命を伸ばすというふうな、戦略的な、ことができないかというふうに考えました。これは、寿命の延長率を予測、オート変数として、モデルを作ったんですけれども、非常にいいモデルができています。で、R スクエア、Q スクエアとも非常に高くて、特にオーバーフィットしたモデルではあります。また、主成分分析を行いますと、第二主成分が寿命の長さと相関を持つというふうなことが観測できました。そこで、第二主成分の負荷量を見てみますと、こういうふうにアミノ酸とか有機酸、あるいはニュークレオタイドとその分解物が寿命の長短に相関があるというふうなことが分かりました。で、ここからは、いささか乱暴なんですけれども、微生物は簡単に、ミュータントが、使えますので、いろいろな仮説を立てて、実験を行いました。そこで、最終的に、例えば UGA3、この遺伝子なんかを見つけたんですけれども、これは、グルタミン酸の分解系の、ポジティブレギュレーターなんですけれども、これをノックアウトすることによって、75%、寿命を伸ばすことができました。また、FZF1、これは SO3-2- のアウトフラックスのポジティブレギュレーターなんですけども、これをノックアウトすることによって、66% 寿命を伸ばすことができました。同様の手法によって、寿命が伸びたものから寿命が短くなったものまで、異なる強度のミュータントをごく短時間で、取り揃えることができました。これは古典的な、表現型解析技術ではかなり難しい技術で、まあ、今後、精密な表現型を議論する場合、特に人間の疾病の研究とかには、こういった手法が用いられるのではないかと期待しております。まあ、寿命の予測に、一応、微生物ではあるけれども、成功して、戦略的な寿命延長にも、微生物としては使えました。だからまあ、普通の遺伝子が関与する複雑な表現型の定量的解析が可能であるというふうに考えられて、いくつかのアプリケーションをやってまいりました。それで、いろいろなアプリケーションの中で、蓮間先生が非常に見事な講演をされたので、ちょっと紹介するのも恥ずかしいんですけれども、メタボリックエンジニアリングで、有用化合物を増産するときにですね、ターゲットの化合物を増産するというのはデザインがラッシュナルにできます。で、いろいろと計算できるんですけれども、多くの場合、有用物質を作りすぎると、それによって、阻害効果が現れて死んでしまう。だから、作りすぎると死ぬと。だから、作りすぎながら、こう、耐性を持たせようというふうな、もうトレードオフの関係を良くして、いかなあかんのですけれども、私はまあ、だから、ブタノールの増産に関しては、まあ、できるだろうと。だから、ブタノールの耐性をどうすればいいのかというようなことをやりました。で、これは、ブタノールの耐性を説明変数にして、先ほどの寿命の研究と同じようなことをやりました。それで、これはブラックボックスを含むんですけれども、それでいくつか、予想だにしなかったような、遺伝子が見つかって、それをですね、増減することによって、ブタノール耐性を優位に上げることができた。で、これは、エタノール耐性でも上がりますし、いろいろ、トライアンドエラーを含みますけれども、かなり一般的な手法だと思っています。で、また、メタブックエンジニアリングの手法としても、まあ、いろいろ、スマートセルにつながるような、こともやってまいりました。それで、いろいろ、遺伝子を、潰したり、こう入れたりしていくうちに、不都合が起こって、代謝全体のリペアをしなければいけないんですけれども、そのために、メタボローム解析をうまく利用するというふうなこともやってまいりました。で、まあ、10年ぐらい前からちょこちょこやってたんですけども、やはりこの世界は、蓮間先生とか、
いろいろ著名な先生、近藤先生っておられますんで、まあ、ここにずっととどまっても大変だなと思いまして、まあ、ここは適当にこう置いておいて、今は食品を中心にやってます。基礎のバイオロジーにも非常によく使ってもらってまして、これは、ノーベル賞を取った大角さんがノーベル賞を取る前に、一緒にやった、研究なんですけれども、タンパク質の分解、バルクタンパク質の分解は、大角さんがほぼ一人で全容を解明したんですけれども、バルク RNA の、分解っていうのはまだまだ謎が多くて、彼と一緒にメタボロム解析をやってですね、ここの図に示すようなスキームで、バルク RNA は分解されて、再利用されるというふうな、ことを、見つけることができました。また、これは、インクレティンっていう、インシュリンの分泌を促す、サイトカインなんですけれども、インクレチンが、分泌されると、最終的にインシュリンが分泌されることは分かったんですけれども、その経路っていうのはよく分からなかったんですね。で、メタボロム解析を行うことによって、最終的には、インクレチンのシグナルが、このグルコースのシグナルと、リンゴ酸、アスパラギン酸シャトルを介して、このグルタメイトのシグナルに合わさって、最終的にはインシュリンのセクレーションが弱気されるというふうな、モデルが分かりました。これ、これ、トンネルをやってる、清野先生とやったんですけれども、言われてみれば、こういうようなことがあることは、結果を見ればわかるんですけれども、やはりメタボロム解析をしないと、リンゴ酸アスパラギンシャトルが関与してるっていうのは、直感はできないというふうにおっしゃってましたんで、これもやっぱし、メタボロム解析っていうのは、役に立つな。で、清野先生、非常に、偉い先生なんですけれども、清野先生とお話ししたら、まあ、天才でない人間が、もう本当に、びっくりするような、仮説を立てるのには、いい道具だと、いうふうにおっしゃってました。で、メタボロムというのは仮説を立てるのには、便利なんですけど、仮説を立証するには、それから後の、まあ、生化学、モレキュラバイオロジーの努力が必要と。そういったことは言っておきたいと思います。それで、後半、食べ物の話をしたいんですけれども、食べ物っていうのは、多成分からなる多機能コモディティで、いろいろな機能がシナリティックに関与するんで、なかなか機能性に基づくスクリーニングというのは難しいです。で、活性本体の化合物ってだいたい複数ありまして、それを標的とした要素還元研究をしてもですね、あまりにも複雑すぎて機能が説明できない場合が多いです。そこで、まあ、メタボロムの、手法を全く、使いまして、この生き物の代わりに食べ物を、メタボロムの解析の手法に供して、やられたメタボロム行列データを説明変数として、食品機能をいろいろ予測して、そのモデルからいろいろな謎を解いたり、実際に現場で役に立つようなことをやったり、そういったことをやってまいりましたので、いくつか紹介します。で、これはもう初期の頃に、今九州大学に行かれた馬場先生と一緒にやったんですけれども、日本の緑茶。緑茶は、かなり官能試験のシステムがしっかりしておりまして、その官能試験でランキングが高いお茶が高く売れるんですね。で、それで、そのランキングを予測することができれば、いろいろいいことがある。それで、いろいろな、機器分析データで、メタボロームを観測しました。で、近赤外、NMR、GC-MAS、FID、LC-MS と、こういったいろいろなメタボロームの行列データを、それぞれインディペンデントに使ってですね、やったらどれも大体、予測された美味しさの順位っていうのはわかります。だからかなり、時々外れる時もあるんですけれども、これはいろいろな使い道があるなと。それで、実に多くの農産物、生薬、発酵食品というのを研究してきたんですけれども、その中でも特に今日は発酵食品についてお話したいと思います。
これは、森永の、越智さんと一緒にやった研究なんですけれども、チーズの研究です。チーズは、原乳に、食塩とレンネット、それとスターターの乳酸菌を入れてエイジングしていって、熟成させて、風味を整えます。で、これは一見簡単に見えるんですけれども、いろいろな、条件によって、美味しくなったり、美味しくなくなったりするんですね。それに、原乳の相場っていうのが、南半球と北半球で、夏と、冬とで反転しますんで、一年中同じ原料を使えなくて、原料の質はどんどん変わると。で、それで、なおかつ、日本は、同じブランドは同じ味を要求しますので、いろいろブレンディングを繰り返しながら、味を整えていくという、神業のようなことをやっていて、どこの乳業メーカーも、その道何十年というベテランの人の、官能に頼っていたというのが現状でした。それで、まず、ナチュラルチーズ、そして一番、重要なチェダーチーズとゴーダチーズの、重要なフレーバーについて、今までのお話したメタボームの仕様でモデルを作りました。それで、リッチフレーバーという非常に、ナチュラルチーズのフレーバーとしては重要なフレーバーが、こういうふうに、ものすごく上手に、予測することができました。また、サワーフレーバー。これも非常に、うまく、予測することができました。これ、サワーフレーバーって言ったら酸っぱい香りなんかなと、そしたらなんでわからないのかなと思うかもしれませんけど、これが、なかなか、わかりません。で、これは本当に、10年ではわからないようなフレーバーだと聞いております。それで、実際に現場でですね、チーズのエイジングをモニターしました。このいろいろ書いてある説明は、これの、色の違いは、スターターの違いで、この、15とか5度っていうのは保存温度。で、それで 1M、9M とかが保存時間です。マンスです。で、これで、このモデルを使うことによって、ベテランが判断するのと、ほぼ同じの、リッチフレーバーを、予測することができました。で、こういった化合物、主にプロリンとかオルニチンとか、こういったものの組み合わせで簡易的に、オーバーフィットすることなく予測できるということも分かりました。だ結局は、最終的には品質や製造に関する産業的な設計、管理を完全的な科学的西洋化に置くというふうなことを目的としてやっておりまして、ある程度現場にも実装できる実用的な技術ができたんで、自信を持って森永乳業さんと、ヨーロッパの大きい、乳業学会にこれは発表しました。それで何が起こったかと言いますと、技術を絶賛されて、だけどもアプリケーションに関しては、クエスチョンマークをつけられました。それはどういうことかと言いますと、ヨーロッパの方々っていうのはナチュラルチーズの味が毎年変わることを楽しむんですよね。で、チーズは毎年変わる。だから、それに合わせて、いろいろな赤ワインを揃えておいて、それを合わせて楽しむというふうなことを神の恵みと言ってるんですけれども、日本のお前らの技術は素晴らしいけれども、均一にしてしまったら何も面白くなくなるから、技術はもう認めるけれども、やってることはあんまり意味がないんじゃないかというふうな、技術を絶賛されて、アプリケーションを、否定というか疑問を呈されたというふうな経験があります。だけどそれは、ある意味では、日本人の行き過ぎた、均一大好き気質っていうのは、もうある程度変えていく時期に来てるんではないかと。その日本人のあまりにも強い思考を達成するためにオーバースペックになって、そのコストは全部消費者が持つわけですから、そろそろ少々なんか味が、変わっても我慢して、というか食べるというふうなことにしていった方がいいんじゃないかというふうに思った次第です。で、今までですね、私、説明が、なかったですけれども、コンベンショナルなメタボルム解析の情報を使ってました。というのは、糖とか糖リン酸、糖アルコール、あるいはアミノ酸、あるいは有機酸、こういったものの組み合わせをメタボルムとしてやったんですね。それで、次からはちょっと、それに、情報は加わります。というのは、醤油っていうのは、
基本的には食塩とアミノ酸と核酸、それと糖ですね。それで加熱によって生じるメイラードプロダクトで、基本的なフレーバーの骨格は、できるんですけれども、アミノ酸醤油と本醸造醤油っていうのは、我々日本人は明らかに分かります。一部のアメリカ人は、なんかもうアミノ酸にグルコス入れて、火入れしたやつで、喜んでバーベキューをする人もいると聞いておりますけれども、我々は絶対そんなことはダメで、やっぱ本醸造醤油が美味しいんですよ。それは、なぜかというと、おそらく、コンベンショナルなメタボローム解析で分からない、ジペプチドのようなものではないかというような仮説を立てて、ジペプチドを徹底的に分析しましたところ、醤油からなんと、200数十種類のジペプチドが検出されました。そこで、実際に醤油のサンプルを官能試験に通して QDA のデータを得て、それをオート変数として、説明変数として、コンベンショナルなメタボロームのデータに、ジペプチドのデータを入れて、メタボローム解析を行ってましたところ、非常に醤油の基本ゴミが上手に、説明することができました。で、これは VIP を表してるんですけれども、旨味なんかを見ると、もちろんグルタミン酸が最上位に来るのは当然といえば当然なんですけれども、結構こういった、アリファティックなアミノ酸を含むジペプチドが上位に来ます。で、これは、ちょっとオーバーディスカッションさせていただければ、グルタミン濃度が一緒でもですね、ジペプチド、こういったジペプチドが、存在することによって人間は旨味を強く感じる可能性があるということを示していると思います。で、興味深かったのは塩味なんですけど、塩味は NaCl が本体温になっています。ただ、こういったジペプチドが存在すると塩味を強く感じる可能性がある。これはアプリケーションを考えると塩分が同じでもこういったものをうまく含有させることによって強い塩味を感じることができる。で、これは、ひいては減塩食品の製造にもつながるアイデアのもとになるんではないかというふうに考えています。それで、最後ですけれども、今までコンベンショナルな、メタボローム情報にジペプチドの情報を加えることによって食品の機能の予測の精度が上がることがあるということが示しました。で、もう一つの例として D アミノ酸の可能性についてお話したいんですね。D アミノ酸は天然には L アミノ酸の1% 以下しか存在しません。で、タンパク質を構成するのは L アミノ酸ですので、これまであまり D アミノ酸というのは重要視されてなかったんですね。だけども、やっぱ生体内とか、微生物、あるいは発酵食品とかには、かなりの量が存在することが分かってきまして、それの生理活性、あるいは機能っていうのが興味を持たれています。で、例えば、微生物、特にバクテリアが関与するような、発酵食品、ヨーグルトとか黒酢とかですね、キムチとか漬物ですね、こういったのにはかなり、高濃度で、D アミノ酸が入っています。また、アミノ酸が入っていて、糖が入っている、食品を長期貯蔵すると、メイラード反応が起こって、それがメイラード反応の逆反応が起こることによって、アミノ酸はラセミ化しますので、そういったものにも、D アミノ酸が入っています。そこでですね、長期貯蔵、精子を含む、精子を分析サンプルとして、D アミノ酸が、フレーバーにどのように関与しているのか、そもそも関与しているのかというようなことを確かめたいと思いました。で、ここにですね、ちょっと起乗子という、変わった言葉があるんですよ。起乗子っていうのは、これはもう、昔は、江戸時代は、こう作ってたんですけど、今はほとんど作ってないんですけれども、皆様、お酒を作るときに三段仕込みっていう言葉を聞いたことあると思うんですが、これは、かけ前を、水で仕込むんですけれども、かけ前、お米をかけて仕込むときに、水の代わりにお酒で仕込む、あるいは焼酎で仕込むっていうのが、
非常酒の仕込み方で、結果として非常にアルコール度数が高くなるんですね。それで、アルコール度数が高くなって、酵母が途中でへたってしまって、残糖が残る、糖が残る。だから、アルコール度数は高いんだけれども、ちょっと甘いお酒になる。で、だから、甘いものがなかった、こう、ナイトキャップに使われていたお酒です。で、これを、D アミノ酸を考慮したような、今まで、アミノ酸は DL 混合物で GCMS で見てたんですけれども、D アミノ酸を考慮した、メタボロム解析で、モデルを作って、まあ、こういうふうにモデルができる。で、それで、これはですね、D アミノ酸を考慮した場合と、考慮していない場合の、R スクエア、Q スクエア、それと RMSEE の、値をプロットしたものです。で、GC マスに加えて、D アミノ酸は LC マスで測ってますんで、赤線が D アミノ酸を、DL を、キラルを考慮したもの。で、青線は考慮してないもので、やはり、特に苦味とかですね、こういったフレーバーに関しては、D アミノ酸を考慮しないと、正確なフレーバーは、理解できないだろう。だから結論としては、共同体選択的アミノ酸分析法は、低味予測には、正に寄与するというようなことが分かったと思います。それで、甘みに関してもですね、D アラニンっていう、D アミノ酸がかなり高いビップ値を、示します。で、皆さんご存知のように、D アラニンっていうのは、数少ない、食品添加物、D として認められている、D 体のアミノ酸なんですけれども、このシジミの、甘みは D アラニンです。で、魚介類の中にも D アラニンが含まれていて、独特の甘みを呈するものもあります。また、こういった苦味に関してもですね、実は D アミノ酸が VIP の上位にずっと来てですね、D アミノ酸が高い VIP 値を示す。D アミノ酸の差によって苦味というフレーバーはかなりコントロールされているということが分かりました。で、余韻という、まあ、日本酒独特のですね、フレーバーがあるんですけども、これに関しても、D ヒスチジン、あるいは D グルタミン酸をはじめとした D 体のアミノ酸が高いビップ値を示すということが分かりました。これ、発酵食品の中でこういった現象値にはかなりいっぱいあると、思います。ただ、ちょっと残念なのは、現状では、食品添加物グレードの D アミノ酸がありませんので、添加試験によってローズレスポンスを確認するっていうことが非常に難しいんですね。だから、どっかの会社がですね、D アミノ酸のを、頑張って、セーフティーをチェックして、過信法を通して食品添加物で吸っていただければ、一気にこの分野は進むと思いますし、日本食ですね、日本食ブーム、なんですけど、日本食っていうのは非常に、味噌とか醤油とか、あるいは日本酒、あるいはこういった D アミノ酸をうまく使ってる食品だと思うんですね。どっかの会社がやってくれないかなというふうに期待しています。で、まあ、説明変数として GCMS の糖と有機酸に加えて、アミノ酸を共同選択的に、計測することによって、今まで、濃純甘口の清酒に特徴的な定義ですね。で、甘みとか苦みとか余韻といったものが、今までうまく説明できなかったのが、かなり、リーズナブルに説明できるようになったというようなことを紹介しておきます。で、メタボロミクスの応用分野っていうのは、まあ、基礎生物学からメディカル発酵生産、それから農業、食品と、多岐に広がってます。で、やはり計測も大事ですけれども、今後さらにインフォマティクスが大事で、我々は、まあ、分析やってるんですけど、インフォマティクスは素人なんで、いろいろなインフォマティクスの先生方と、なお一層協力してやっていきたいと思いますので、まあ、よろしくお願いします。で、これ、スライドで大体述べましたけれども、今日お話しした、仕事は、共同研究者、学外の共同研究者との共同研究です。それと、
ほとんど全ての研究に、現九州大学教授の万場武さんが、大きくコミットしてくれました。で、私の、ちょっとスライドちょっと用意してなかったんですけれども、ポスドク、あるいはスタッフ、学生学位にも、感謝の、を述べたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。